で、これはどうなの？ジルは何なの？どうしたの？これ誰とだろう？ハニーの前で大きい声で、まあでもそれジロワに言って、なんで戦ってんの？晩ご飯は焼肉。この前焼肉したらハマったから焼肉。でそれジロワ。何言ってんの？この前ね、焼肉してたから美味しかったんだ、家焼肉が。それは外部でやろうかな、あのゼロワンのね。リプ金でね、ちょっとよく分かんないから、洋服？あ、にゃんにゃん久しぶり。洋服は着せないかな、めんどくさくて。リプ金ね、じゃあ。切りのいいところで出ないとって、ちょっと荒らさないで、ゼロワン。いや、なんかゼロワンがね、なんか大家と話して、なんか平均の新しいペット、なんでか荒らすんだよ。アンチ戦って守ろうとしたのね。え、なんかゼロワンが悪口言われてたんじゃなくて俺が言われてたの？でもそんなことやっても余計に煽るだけじゃん。イグジットのハニーで、俺ね、この子をね、18か19で買ったのね、この犬を。ね、ちょっとブロックしていい？もうちょっとブロックしていい？ちょっと今だけブロックするわ。もうちょっとブロックするね。もうちょっとゼロワンブロックするわ。健康診断してるよ。あの次連投したらブロックね。次連投したら、あのね、ゼロワンに教えてもらったの、連投はブロックしないよって。じゃあ連投したからブロックね。ちょやめてね。もう亡くなったチワワにそっくり。かわいいよね、犬って。え、でもさ、私思うの、え、私親バカかな、この子って特別かわいくない？特別なんかチワワっぽくなくないね。ね、ゼロワンさ、ね、ちゃんと買い出しとかさ、支払いとかしてんの？え、この、え、うち、マユってさ、親バカじゃなくない？親バカ？他のチワワと一緒？そう、なんかこう、タヌキみたいな。あ、ね、切手もね。で、しかもちっちゃい。ね、1.5 キロ。神が産んだ。親バカなの？え、じゃあ眉が特別可愛いと思ってるってこと？そうかな。ブリーダーで買って、この子の父親はチャンピオン犬。
頭いい子。うん。すごいちっちゃいっしょ。ね。切手は70、80いくら？めちゃめちゃちっちゃいよ。カットしてもいいんだけどさ、私こういうモコモコ好きなんだよね。猫の方はさ、最初やばいよ、 250g とか。最初だからハムスターの箱で来た、飛行機から。本当にこうやって手のひらに乗ってたの、寝るとき。 250g ってわかる？スーパーとかで、あの、あるじゃん、タッパ 300g のお肉とか、それより軽いってやばくない？超ちっちゃかったよ。そう、ハンバーグてか、もうハムスターだから最初ぶっちゃけ怖かった、ちっちゃすぎて。うん、そうそう、スーパーのグラムと一緒。もうないんだよね、あるかな。いや、ゼロワンさ、あと30分で1時間だよ。いや、ないな。ちょっと探してみるね。あ、違うわ、こっちだ、携帯。こっちの携帯に入ってる。そう、最初ね、正直怖かったんだけど、あのさ、去勢したらさ、でかくなったね。去勢すると大きくなるんだよ。いや、メスメス。あ、避妊か、避妊。避妊？ええ。なんかホルモンバランスが乱れるらしいよ。そうそうそう。遅くない？前、1歳とかで撮影した。あ、8ヶ月の男の子。まあね、本当はチワワって好きじゃなかったの。でもその時前働いてたからさ、毎日散歩できる自信がなくて。で、チワワってさ、室内で十分じゃん、運動量が。で、本当はダックス欲しかったんだけど、仕方なくチワワ買った、正直。あの、ギョロメが苦手で、飲み屋ね。ありがとね。ちょっと荒らさないで、ゼロワン。そう、苦手なの、あの目が。そう。でもこの子は特別好きになった。そう、特別。なんか目がギョロ目じゃないか探したの。なんかね、チョコタンはギョロ目率低いみたい。ありがとう。もうやめて、リプ。もうブロックするね、ちょっとゼロは。本当にちょっとブロックするわ。ありがとうございます。もう乾燥してるよ。うん
そう、皆さんちょっとナイスください。はい、ちゃんナイスね、お願いしよっか。じゃあそろそろね、うん、もう前はママタバコ吸いたいしね。はい、そう、皆さんナイスお願いします。この放送はただの雑談ではございません。これは私ハニーのボランティア活動でございます。あなたたちの右下ボタン、無料のボタンによってトリミング、ロイヤルカラー、シャンプーなどいろんな環境がとても良くなるのでございます。なので皆さんどうか右下ボタンを押して私を助けてください。これはボランティア活動です。アフリカで人は死んでます。助けてください。ミラクナイスどうかお願いできませんか。ベロが乾いてきてもう眠たいのでおやつも食べたい、おいしいご飯が食べたい、もう中国製のカリカリは二度とごめんでございます。 ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。うん、ありがとうございます。